はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは。ということで今回も久しぶりにやってきました。久しぶり言っても1週間ぶりですが、やってきました大山石和の気まぐれトーキングワールドということです。はいはいはい、皆様、はい、ありがとうございます。歓声と拍手は雨あられということで、さあやってきました。そして、今回は、月初ということですので、ね、月1回はあの方をお呼びしてるということでですね、今回も、早速お呼びしたいんですが、まあとりあえず先にですね、今日のトークの流れだけご紹介しておくと、本日はですね、先月私誕生日でございました。そしてね、先月10月のラジオで、そのゲストで来ていただいたふーちゃんにね、誕生日のね、ご相談をさせていただいたりとかしてましたので、まあこの誕生日のご報告、そしてその後10月の振り返ってと11月のね、こう計画だったりとか、そんなところをやって、最後お便りボックスね、私が最近やってるお題ボックスにね、ようやく回答が少しずつね、感想だったりとか質問が来るようになりましたので、そちらのご紹介をして、で最後に現在私が出演中のミュージカル夢から覚めた夢についてね、ちょっとふーちゃんとお話ししていこうかね。ふーちゃん見たこともないってね、よかったですね。ちょっとその辺のねお話をしていこうと思います。はい、今ちょっとねクスクスってね笑い声が入ったと思いますが、はい、それでは早速ゲストのふーちゃんに登場していきましょう。ふーちゃんです、イエイ。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということですか、ふーちゃん、調子はいかがですか。はい、おかげさまで絶好調でございます。なんかすごいハードル上げられた気がしますね、3回目にして。いや、まあもうね、やっぱりこう3回目もう出るってなると、さすがにこう皆さんもね、もう今回もふーちゃん出るんだっていう感じがしてくると思うんで、ちょっとハードル上げていこうかと。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。はい、ね、皆さん1回目2回目とね、ふーちゃんが出て、まあ、磯さんのことだからそろそろ消えるやろうなって思ってたらね、3回目来るんだって思ってる方ただいらっしゃるかと思うんですけどね。はい、さあではですね、早速前回ふーちゃんにはね、お誕生日プレゼントどうしましょうってね、ご相談させていただきましたので、まあ、今回はね、そのお誕生日のご報告をさせていただこうと思います。まずですね、前回、私ね、前回のラジオ自分で聞き直してたんですけど、はい、ドローンだったりとか、こう、ジンバル付きのカメラが欲しいんですっていう話をしてたんですが、まあ、その後ね、いろいろ考えたら今ドローンいらんなってなって。はい、あんなに熱弁されてたのに。そう、あんだけ熱弁してたんですけど、まあ、あんだけ勉強もしたし、いろいろ熱弁もした結果、いや今じゃないっていう風になりましてですね。で、結局何が欲しいのかなと思ったら、まあ、結局そうなったら、こうジンバル付きの、カメラだけになったんですけど、なんかそれだけの味気ないしなと思ってなったので、せっかくのヒゲ剃り電動シェーバーですね、以前から欲しいなって思ってたやつがあって、今ね、すいません、これ視聴者の方もね、見せたいところなんですけども、私劇場に置いてきておりまして。あ、なるほど。そう、やっぱりこうメイク前にね、必ずこうヒゲを剃るんですけど、ね、まあ大体の人はね、朝剃っていく方がほとんどだと思うんですけど、やっぱりこう私剃り忘れがちなんですね。はい、なので劇場出演期間の時は劇場において必ずその鏡前っていうね、メイクする鏡前に置いて、いつでもすぐそこで使えるようにしてるんですけど、なのでちょっと今日は手元にございません。はい、そして今回はですね、カメラの方をね、ちょっとご紹介、今回初披露ということでね、させていただこうと思うんですけど、こんな感じのやつですね。ちょっと待ってくださいね、ケースに入ってるんで取り出すのちょっと難しいです。あ、来た。こんな感じのやつですね。見えますか、ふーちゃん。あ、見えます見えます。はい、こんな感じの DJI ポケット3というね。はい、これをご購入いただきました。こちらですね、プレゼントいただきました。あ、素晴らしい。そう、これあるとね、めちゃくちゃいいんですよ。これあるとすごい、このちっちゃいじゃないですか、どう見ても、うん、私の口よりちっちゃいじゃないですか。うん、だからこれのいいところって、その街中でもこう撮影してる感なく撮影できたりとか、確かに、でこう自分の方向けて、でその上でこうモニターチェックとかもできたりとか、うん、あとその他の人の撮影をするときもめちゃくちゃ便利で、うん、やっぱりこうカメラ、ふーちゃんってカメラ向けられることってあります？なんかこう、まあ、ダンスとかしてるときに。いや、ほとんどないですね。じゃあなんか撮影、記念撮影とかしたことあります？記念撮影、さすがにありますよね。記念撮影ぐらいの多分。そう、その時にこうカメラ向けられると、なんか今すごい狙われてるな感があるじゃないですか。うん
でもこれだと結構小さいんで、この、うん、あなたを撮ってます感をあんまり出さなくていいんですよ。あー、なるほど。だからこうやっぱカメラとか向けられるとどうしてもこう笑顔が固まっちゃいがちなんですね、人って。やっぱりこう慣れないですし、なんかこう作りあり、あーはーはーみたいなになりがちなのが、結構こう自然な表情っていうのが撮れるっていうところで結構重宝してるんですね、うん。あとは今後その、例えばその12月に、これめちゃくちゃ話脱線するんですけど、12月に私六郎体験行こうと思ってて、あ、ついにおっしゃってた六郎体験に行くんですね。そうです。その六郎体験にこういったのを持っていくと、まあ、周りのこう、ね、はい、いらっしゃる方にもあまりこう迷惑にならずに、あ、なんか撮影してるというふうにこう、なんだろうね、あの気を散らすようなことはせずに、こうしれーっとこう自分のろくろ風景を撮影することができるっていうところで、もうめちゃくちゃこのね、あのカメラには、今後活躍していただこうと思っておりますので、今回ねこちらプレゼントしていただきました方にはね、本当に感謝述べさせていただきます。ありがとうございますというね。じゃあ今後それを使った動画が YouTube でも見られるんですかね。そうですね、 Vlog 的な形で作って出していこうかなと思ってて、楽しみですね。であとその誕生日の話でいくと、結構ねその、まあ、兄弟からもちょっといろいろもらったりとかしてたんですけど、はい、まあ、そこはちょっと伏せさせていただくんですけど、はい、あの友達からそう、うん、意外となんかあの昔の友達とかが今回来ててちょっと驚いてて、うん、はい、あのそれこそこう、まあ私結構あのあれか、初中見舞いと寒中見舞いっていうのを、うん、あの毎年こう自分の LINE のお友達に毎年送ってるんですよ。イラスト自分で作って送ってたんですけど、そしたら、まあ、あのこう近しい、ね、仕事とかでお会いするようなその人からはこう誕生日プレゼントが来ないんですけど、うんあの誕生日プレゼント来ないこと悪いこととは言ってないんですよ、はい、はい、まあ来なくて、あ、もらえないんだなみたいな、まあ私があげないんで、まあもらえなくて当然だなって思ってるんですけど、その高校時代とか、うん、とか専門学校時代にこう、うん、の友達からなんかしれっと、うん、好きなコンビニどこって聞かれて、うん、ちなみにふーちゃん好きなコンビニどこですか。私ファミリーマートです。あ、ファミマなんですね。はい、私ファミマです。ファミマ派、私も高校時代はファミマ派でした。今は何派ですか。今はセブンイレブン派なんですけど。セブンですかそれを伝えたらセブンイレブンのその商品券の、あの、はい、電子ギフトっていうんですかね、はい、を送ってくれたりとか、えみたいな、もう高校以来会ってないよあなたみたいな、もう10年ぐらい会ってないけど、うん、いいのみたいな、うん、だったりとか、なんかあの急に、あ、なんかいそそろそろ誕生日でしょとか言って、これちょっと早いけど、あの図書カードのギフト券あげるとか言って送られてきて、そう、なんかね、こう、え、そんな最近連絡取ってない人からも来るんやみたいなね、うん、まあ、これがやっぱ初中見舞いと寒中見舞いのパワーなのかなみたいなねそれだけでくれたんですか。まあどうなんですかね、そのやっぱり磯が頑張ってるからみたいな、応援してるよっていうことでなんか送ってくれて、いや、なんか久しぶり、なんか嬉しいなみたいな。そうですね、それは確かに、まあ、そんなことがあった誕生日でございました。へえ。そしてあの、ふーちゃんは3月27日ですもんね。はい、ちょっと覚えてましたか。ありがとうございます。ちなみにふーちゃんはなんかこう次の誕生日欲しいものとかあるんですか。全然わかんないですね、今は特に欲しいものとかないんですけどね。なるほど。じゃあ、誕生日は結構あれですか、ゆっくりこじんまり過ごしたいタイプですか、それともなんかちょっと誰かとこう羽を外したいタイプなんですか。いや、完全に前者ですね。なんだったら当日は何もなくてもいいぐらいみたいな。あ、だいたいこう友人がご飯に連れて、まあ、別の日にご飯に連れてくれたりとか、あんまりもう物をいただくことはなくなりましたね。あ、なるほどなるほど、まあ、でも確かに、ね、その当日は何もなくていいってものはすごい共感する派ですあのそっとしておいてほしいなって思ったりそうですね、なので普通に多分仕事をしてると思います、はあ、なるほど、素晴らしいですねはい、ということでですね、そんなこんなですね、まあ、誕生日こんな感じで過ごさせていただきました、お祝いいただきました皆さんにね、この場で感謝を述べさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、では続いての
テーマですね。10月を振り返ってと11月どうするのっていう話をねちょっとしていきたいと思います。はい、ということでここからですね10月11月なんですけど、まあふーちゃん、じゃあ先にちょっとね私の話をするわね、もう一回のふーちゃんに回していこうと思うんですけど、ふーちゃん10月いかがでしたっけ。あの前回のラジオ復習したらですね、ふーちゃんいや今月はダンスとかお仕事でまあいっぱいになりそうかなって言ってましたよ。そうですね、その宣言通りお仕事とダンスでいっぱいになりまして、まあそれがあったのも実は11月の2日ですね、もうつい数日前にダンスのイベントがありまして、まあ、それに向けて10月はもう結構走ってたっていうのもありますし、仕事の方も忙しくしてたんですけど、いやなんかそれだけだとちょっと磯さんと話すに値しないなと思ったんですので、先ほどカレンダーをちょっと見返してみたんですね。そしたら意外となんか人と会食に行ってる機会があって、ほう、仕事終わりとかに、でまあその時になんか嬉しかったのが、私の会社って、まあ、東京の方とあと関西の方にも職場があって支店があって、昔ちょっと私大阪のその支店を見ていたことがあって、その時にいた後輩が、まあ、こっちに来るからご飯一緒に行かないかっていう声をかけてくれて、いいですね。そうなんですよ、もうその方はもううちの会社辞められちゃってたんですけど、まあ、わざわざ声かけてくださって、まあなのでそのメンバー含め何人かでご飯行って、なんかそれはすごい嬉しかったですね。でその時に何ですかね、こうその時こう思い出したんですけど、その友人、まあ、同僚、まあ、兼友人なんですけど、まあ、アニメに最近ハマってると、アニメとゲームにハマってると、ほう、でここ最近私も気づいたんですけど、私アニメを見るとすごい脳が癒されることに気づいたんですよ。そうですね。それ、見るアニメの種類によりませんか？まあ、そうなんですよね。見るアニメの種類によるんですけど、まあ、こう、シリアスなものとか、ちょっとこう、血が出たりするのは私あんまり得意じゃないので、ちょっとコメディチックなものが好きなんですけど、こう先月もすごく忙しくしてた時に、なんとなしに見たアニメですっごい癒されてるなって思って、そしたらその同僚がすごいアニメとゲームにハマってるよっていう話をしてくれて、あ、じゃあなんか紹介してよって言って、で、何本か紹介してもらって、結構先月はそれを見ながらお仕事とダンスを頑張りましたね。はあ、なるほど。ちなみにそのアニメは何を見られてたんですか？アニメはですね、そう、友人が勧めてくれて結構ハマって一気に見てしまったのは、坂本ですがっていう高校生のアニメなんですけど知ってますか？そのアニメを見たことはないんですけど漫画を読んでました、はい、あ、本当ですか、はい、私が高校生の時に 1,2,3 巻が出てて、でそれを私その高校の同級生から借りて読んで、めっちゃおもろいやんこれ、はい、って話してました。あ、よかったそうなんです、坂本くんに私はなりたいと思いました、あれを見て。でもふーちゃん坂本くんみたいな気質ありますよね。本当ですかそう、何でもクールにねかわす坂本くんが素敵だなと思いながらちょっと癒されてましたね、うん、なってそうですもんね坂本ですけどふーちゃんですが何かみたいなそんな11月でしたが、ちなみに磯さんは、あ、10月でしたが、磯さんはどんな感じで過ごされてたんですか？あ、はい、ありがとうございます。私はですね、ここでね一旦私にパスが来ました、ね、私はですね、まあ、ひたすら稽古でしたね、うん、毎日稽古だったので、なのでね、ひたすら稽古、まあ、今ちょっとカレンダーをね拝見してるんですけど、稽古しかしてないですね。うん、あと変わったこと何したんだろう。あれですね、YouTube を新しくですね、多分まだお話ししてなかったと思うんですけど、私 YouTube の方ですね、朗読とかをねアップし始めて、そうですよね、そういった感じで新しい発信を試みてたかなっていうところですかね。そう、まあ、朗読、はいはい、ああごめんなさい、そう朗読の方の手応えはいかがですかって思ってます。ああ、朗読の方の手応えは今睡眠お手紙クジラ雲っていうのを出させていただいたんですけど、
これは全部小学校の国語教育でやる、物語なんですけど、意外とお手紙がね伸びてるんですよね。あ、本当ですね。そうで、まあ個人的には、これをやったね、理由をお話しすると、ぶっちゃけここ朗読系は回らないであろうとは思ってるんですよ。ただそのいろいろこう朗読系動画見せて、なんかすごいハイクオリティな動画ってないなって思ってて、でやっぱこう私がこうちょっと、ね、YouTube やる上で、あのショート動画めっちゃやってた時期あったじゃないですか。はい。ショートもね、また出せたらいいなと思ってるんですけど、なんかショートやっててもこう自分の勉強だったりとかこうスキルアップとかなんかこう学びだったりとか、その精神的な充足感っていうのあんまりなくて、なんかこれをやり続けることに何の意味があるんだろう。やってみてこう見えてきたものはあったんですけど、これをやり続けることによって私は果たして成長するのだろうかっていうところになった時に、ちょっと今はこれじゃないかなってなって、でちょうどこうミュージカル夢から覚めた夢に関わってて、ですごいこう台本を読むっていうことをめちゃくちゃずっとやってたんですよ。で今はこうやって本を読むとか、その言葉に思いを込めるっていうことに集中してるんだったら、今こそこの朗読とかでさらにこう稽古で学んだことを自分なりに実践してみて、でさらにこう自分でこうブラッシュアップする場所を見つけてやった方が、自分のためになるなって思ってで始めてみたんですよね。で、やってみるとやっぱここもっとこういった方が良かったなとかっていうのも感じたりとか、あとはなんだろうな、私自身もともと教育系に貢献したいっていうのがあったりとかするんですよ。でその中でやっぱりこういろいろ朗読聞いてみたら、久保田さんってふーちゃんご存知ですかね。久保田さん、情熱大陸とかのアナウンサーの方なんですけど、ナレーターの方、絶対声聞いたら聞いたことあるって方なんですけど、朗読動画って言ったらもうその人なんですよ。そうなんですね。でそれ以外だとナレーターさん、女性のアナウンサーさん、元アナウンサーさんがやってるのが強いんですけど、でそういった方たちがその小学校向けの、国語教材の物語を朗読するのってやってなくて、でそれだったらそういった子ども向けのものを作りたいなと思って、で今一番回っている一般の方が出されてるやつも、そんなにすごいクオリティが高いってわけではないなと思って、だったら自分のやっぱこう職業でもありますし、こういったエンタメとかだったら、そこでだったらちょっと自分の、スキルとかを使うことに意味があるのかなと思って、だからどっちかっていうとこう自分のやりがいとかその成長とかに向けた発信を今回ちょっと強めにやってるってところですね。それをこう稽古しながら始めたっていうのが大きいことぐらいですかね。じゃあこれは引き続き朗読は続けるっていうイメージですか？そうですね、朗読は続けていこうかなって思ってますね。やっぱ一通りこう小学校で人気の物語、20作品30作品ぐらいあると思うんで、それ一通り終わるまでは続けようかなって思ってますね。なんかそれぐらい作っておくと、じゃあ例えばその国語の先生だったりとか、あとそういった、国語の朗読を勉強しようとしてる小学生がこう YouTube でなんか検索した時に、参考になればいいかなみたいな。確かに、ね、やっぱそういうのやっていくうちに自分もなんかこう物語を語るとか、そうですね、語る力っていうのがつくのかなみたいな。っていうところですね。あとはそのすごいこう睡眠導入 BGM っぽい感じで作ってるんですよ。なので、その応援してくださってるファンの方が、寝る前にね、声聞きたいですっていう方のために作って、寝る前の安眠剤にでもなれば嬉しいかな。いいですね。そうっていうぐらいですね。それと稽古をひたすらやってたって感じですかね。はい。じゃあそんなこんなですね、じゃあ続いて11月、今月どうするのっていう話もねちょっと聞いておきましょうか。そうですね、今月やっと本当数日前にイベントが終わって、
この数日でやっと落ち着いたなっていうところなんで、逆にこれからどうするかなと、あ、まあね、今年もあと2ヶ月なんでね。そうですね。なので、どうしようかなって。ちなみにそのふーちゃんはそういったなんかこう忙しいのが一旦一区切りした後って、こう息抜きとかガス抜きとか、まあ、心のそのなんだろう、あのメンタルケアのためにこうやることとかってあったりするんですか？特にはないんですけど、まあ、ただ今回はまあ友人が、まあ、ちょうど昨日だったんですけど、友人がこうお疲れ様の意味も込めてこうサウナとご飯に連れてってくれて、いいですね。はい、そうなんで、なんか偶然なんですけど、私のお家の近所に噂になってる中華料理屋さんがあって友人もそこに行きたかったらしいんですけど、そこに行って。いいですね。サウナとかも行かれるんですね。私サウナ大好きなんですよ。あ、そうなんですか。はい、なので、あ、もしかしたら聞かれてる方もご存知かもしれないんですけど、昨日は千葉にあるスパメッツァ大鷹の森龍泉寺の湯っていう、結構今サウナの中では結構1位ぐらいを取っているサウナがあるんですけど、昨日はそこに行ってきました。ほう、スパメッツァ千葉優先寺。はい、出るかな、スパメッツァ大高優先寺の湯。 あ、来た。あ、そうですね、そこですね。あ、すごい、今行くべき全国サウナへえ、全国1位受賞、すごっ。そうなんですよ。こんなところ行ってきたんですね。行ってきました。へえ、らしいですよ皆さん、千葉県にある、なんだ、もう一回名前言っておきますね、はい、スパメッツァ大高龍泉寺の湯ということですね。はい、ご入浴は朝6時から深夜2時までとなっておりますので、皆様ね、夜更かしせずに早めに行くことをお勧めしております。そして、料金もね、料金は、平日大人9時までにご入荷の場合950円、朝割ですね、ご入浴1100円、岩盤浴800円ということですね。大人の皆様ですね、1100円をとりあえず手に握りしめていけば入れるということですね。土日祝日はですね、コース制となっておりまして、フリータイムですと1480円かかりますので、ご注意くださいと。それあれですね、プロモーションを含みますって出しとかなきゃダメですね。あ、大丈夫です。あれは来てないんでね、その広告以来来てないんで大丈夫です。いいですね、ありがとうございます。じゃあそんな感じで11月はもうゆっくり過ごすって感じですか？いやー、でももうエンジン入れたいなと思ってるんですけど、ほうほう、なんか結構年始に今年、毎年なんですけど、今年何したいかなっていうのを書き出したりするんですけど、多分それまだ見返せてないんですけど、本当にここ半年ぐらい、まあ本当に6ヶ月ぐらいはほぼ何もできてなかったと思うので、もう一回それ見返して、ちょっと今からでも巻き返しを図ろうかなって。いいですね、そういう年始計画立ってるんですね。そうですね、一応今年何したいかなとかっていうのも立てるんで。特に今年したかったことは何ですか？特に今年したかったこと、今年したかったことは、あ、でも、まあ、その中の一個に、その、まあ、ちょうど先日終わったイベントを、まあ、成功させるっていうのも一個入ってたので、もちろんそういうところも含めて、やりたいことに入ったんですけど、なるほど、ありがとうございます。まあ、そんな感じで、ね、ふーちゃんはここからね、少しずつエンジン入れて、残り2ヶ月の間にね、半年分のあれを巻き返すっていうね。なかなかパワフルな感じのスケジュールを送られるかなっていう感じですね。そうですね。さあ、じゃあちょっと私のターンに戻していきますかね。はい、はい、まあ、私はですね、まあ、とりあえず19日までですね、公演がありますので、うん、そちら公演進めながら、まあ、朗読動画を撮影し、あと、あれだ、そう、まだね、出せてないんですけど、解説動画を1個作ったんですよ。書籍解説動画。で、その書籍
その書籍解説動画を結構もうがっつり作り込もうと思って、ちょっとね、あ、ふーちゃんには見せれるか、あの画面共有でお見せしますね。皆さんにはちょっとまだお見せできないんですけど、ふーちゃんに今ズームつないでやってるんで、ふーちゃんにはそのどんな編集画面なのかね、お見せして、皆さんそのふーちゃんのリアクションを見ながら、あ、そんなのが作られてるんだ、あ、どんなのなんだろうと、ちょっとワクワクしながら楽しみにしててほしいんですけど、ちょっと編集画面が出せるかな。ちょっと今アプリを立ち上げてますね。あ、来た来た来た、はい、こんな感じのやつで、音が流れる可能性がある。あれ、ファイルにアクセスできません、どういうことなんだ。ちょっと待ってください、一回バグってるせいです。あれ、ちょっと待ってください。お、ちょっと待って、ちょっと待って事件です。おお、今なんか本流れた。え、ちょっと待って、いや結構これ結構やばい。ちょっと待ってください。まさかのラジオ収録中にアプリ立ち上げようとしたら動画が 全データ消えてる可能性があるというやばい状況に陥るんですか。ちょっと待って、複製しよう、一回複製してみて。あ、ちょっと待って、いや、ちょっとこれガチでやばい。これ放送事故並みにちょっとやばい。ガチで全データ消えてる説。え、ちょっと待って、これ結構つらい。映像は残ってるんですけど、これ編集するにすでに 4,5 時間かかってるってね。でまだ半分しか終わってないっていう。まあ結構です、結構力入れてます。ちょっとやばい、ちょっと悲しくなってきた。もう一回だけ、ちょっとこれで進まなかったらちょっとラジオ進めますね。もう一回だけアプリ開かせてください。はい、落ち着いてみんな待ってますから。さすがに結構ね、今だいぶ焦ってるってね。だいぶ、あ、やばい、すっごい今泣きたくなりそう。皆さんね、これもうこのラジオ聞いてる方からですね、何の話だよって話かもしれないですけど、結構一大事です。だいぶ一大事です、私の中で。この場を持ってね、絶叫したくなるレベルで一大事が起きてます。ちょっと待ってください。一回これをなんかできないかな。いけ、来い。あ、ダメです。嘘。これはちょっと今いろいろ起動させちゃってるんで、重たくて PC が読み込めてないのかもしれないので、一回立ち上げ直して、やり直します。これでダメだったら泣きます。まあそれぐらい結構気合い入れてます。そう、分かりました。なのでお楽しみいただいて、はい、すごくまあ、50分ぐらいになって飲み物の歴史っていうテーマでやっておりまして。おお、飲み物。そう、世界に影響を与えた6つの飲み物なんですけど、じゃあちょっとここでふーちゃんに問題です。さあ、その飲み物とは一体何でしょうか。動画のご視聴の皆さんもお考えください。6つですよね。6つです。飲み物、飲み物で歴史に影響を与えた。影響を与えてます。でも必ずふーちゃんも飲んだことあります。いや、まず一つはお茶。ああ、大正解ですね。あとお酒。お酒。あと何だろう。アルコール3つとノンアルコール3つです。あ、アルコール3つとノンアル3つ。はい、ヒントです。なるほど。じゃあお酒もいくつかあるってことですね。そうです。なるほど。お酒で言うとワイン。ワイン、そうですね。ビール、そうですね。日本酒。ブブー。なんだろう。お酒、ウイスキー。ウイスキー、惜しいですね。ウイスキーは何酒ですか。私ちょっとお酒に詳しくないので。まあ蒸留酒ですね。蒸留酒。はい、まあ、蒸留酒はさ、ブランデーとかラム酒とかウイスキーとか、ジンとか、ウォッカとかも蒸留酒になりますね。じゃあノンアルコールは何でしょうか。今お茶が出ました。あと2つです。あとお水。普通にブブー。お水は入らない。ノンアル、ノンアルコール。コーラ。あ、大正解。あと1つ。あと一つ。あ、コーヒー。大正解です。そうなんです。これらがどのようにしてこう世界に影響を与えたのかとか、まあ、どうやってこう世界に広がっていったのかっていうのを解説した動画をちょっと作ってるってところですね。
あ、確かに今挙げてみて興味深いですね。こんな私特にアルコールもそんな飲まないですし、ね、コーラも飲まない。一方でお茶とコーヒーは確かにすっごい飲むんで。そうです、気になりますね。それは面白そう。そう、ここで分かったのが、ふーちゃんが、コーヒーと紅茶、コーヒーとお茶しか飲まないっていうところで、もう確実にふーちゃんは、インテリジェンスワーカーであるということがね、インフォメーションワーカーそういう知的労働をそういうのされる方っていうのがね見えてきますね、あ、なるほどね、そういうところも分かっちゃうんですね。そうですね、はい。まあ、なので、まあ、そういった形で、まあ、以前はね、過去はお金についての話だったりとか、まあ、そういった自己啓発だったりとかビジネス書的なのを取り扱って解説動画上げてたんですけど、まあ、ちょっともうそれ結構いろんな YouTube でやってる方いらっしゃるじゃないですか。なのでなんかそこをやってもなーっていうのと、あと自分の中でも、いや結論これやろとか結論コミュニケーション大切にすればよくないみたいな丁寧なコミュニケーションを、なんだろう、行い、その上で、目標設定とかもちゃんと具体的に逆算してやっていこうねとか、スモールステップ大事だよねとか、結局もう本質あんま変わらんやんみたいな言い方変えてるだけであんまりこう、本当みたいな、すごーみたいな感じの、その新発見があんまりなくなってきたんで、もう飽きてきたなっていうので、なったらそういったなんか身近なもののカルチャーだったりとかで応用やろうと思ってるのが、チョコレートの歴史とか、カカオの歴史とか、なんかそういうの知った方が、こう普段チョコレート食べるときに、チョコってこういったなんか流れでできてるんだなと思って知ると、なんかいつもよりこう感慨深かったりとか、ちょっとチョコを食べるって行為にちょっとロマンが生まれるじゃないですか。確かに。そうね、そういうのだとなんか友達とかとも話しやすいじゃないですか。これってこういうあれがあるらしいよとか、ちょっと豆知識披露したくなるじゃないですか。そう、なのでそういったところとか、なんかこう文化とかカルチャーとか、よりこう自分たちの生活、身近なものに関する、まあ、歴史だったりとか、まあ、知識的なの知っていくと、よりなんかこう身の回りがこう豊かに見えてくるのかなみたいな、まあ、そういったのを楽しんでいけたら、よりこう自分の人生もなんか充実度が増したりとか、まあ、そういったのね、まあ、多分初めは私のファンの方が見てくださると思うんで、まあ、そういったファンの方の身の回りの生活がより豊かになれば嬉しいかなと思って、はい、っていうことを考えてね、今後はまあ月に 1,2 本出せたらいいかなと思ってます。全部ね楽しみですね、面白そう。そう、それを、まあ、結構ね自分で一人で読んで撮影して編集もしてってなるとだいぶ労力がかかるんでなのでその代わりだいぶ労力がかかるからこそ、しっかり時間かけて丁寧に作ろうっていうね、気合が入るっていう、なるほど、はい、それをまあ11月はやっていくかなっていうところですねなのでミュージカル、朗読でその解説あと余裕があれば、私ね合唱曲に挑戦しようと思ってて。合唱曲？そうです、歌ってみた動画出してほしいですとかっていうコメントっていうかご意見いただくこととかってあるんですよ。やっぱこうミュージカルとかやってるんで。でもなんかただ一人でその一曲歌って終わりってもうなんかつまんないなって思っててなんかそれはもうやったことあるし、なんかそれやったとて私の歌唱力がより高く上がるかって言われたらそんなことないなって思ってて、じゃあよりこう歌を上手くなるためにはって思ったら、やっぱこうよりハーモニー感だったりとか和声感って言われるやつですね、そういったのを磨いた方がよりこう曲への理解度が深まったりとか、そういった感覚が身につくと、よりなんかこう音に対して敏感になっていけるのかなって思って、なのでね、まあ、前回のね別の前回のラジオかなんかで、ね、紹介してはいるんですが、おっとこんな感じのそう、ヒットソング合唱曲っていうのがあって、これにある結構有名なね、例えばなんだろう、今考えてるのは、なんだ、小さな恋の歌とか、あとはなんだ、奇跡とか、グリーンさんの奇跡とか、あとは何があるかな、あ、それこそ須田正樹さんの虹とか、
あと、どんな時もどんな時もとか、あんたそういったメジャーな曲で聞くと元気が出てくる曲を自分で三声和声をもう全部収録して一曲にまとめてアップできたら、まあ聞く方もなんかいつもと違う感じで聞けるし、で自分も勉強になるし、なるほど。そう、ちょっと時間と体力は使うんですが、まあ、そっちの方が自分のためにも、まあ、聞く人のためにもなるかなと思って挑戦しようかなと。なるほど。一人じゃあ三声やるっていうことですね。そうです。一人で全部のパート覚えて一人でコーラスも全部撮影するっていう。聞いてみたい。そう、それだったらなんかちょっと聞いたことある人でもちょっと興味持ってくれるかなみたいな、なんか一人で私が歌ってますってよりかは一人で3パート全部歌ってみましたの方がどんな感じになるのか興味持ってもらえるかなと思ってですね、はい、それをちょっと頑張っていこうかと思っております。あ、すごいですね。11月も盛りだくさんですね。そうですね、もうカツカツですで、まあそんなこんなですね、また12月もねいろいろ大変なんですけど、はい、ちなみに六郎は12月に行ってきますはいそんなことね、だいぶ長くなってきたので、ここらで一旦ですね、お便り、紹介に移っていきたいと思います、はい、では続いてのテーマ、お便り紹介です。さあということで、ここからですね、先日ツイッター X ですね、旧 X の方で募集させていただいた、お台箱にご寄せいただいたお便りボックスですねの、ご紹介をさせていただきたいと思います。これをねちょっとふーちゃんと楽しみながらですねお話ししていきたいと思いますけど、まず、第3弾となりましたね。3人目のコメントです。そう、ふーちゃんに紹介するとお便りボックスやってますって言ってもですね、ほとんど誰からもメッセージが来なくてですね前回ようやく2件来て、おいよやったみたいな、初めて来たみたいな、誕生日の前日で初めて来たみたいなねそう、皆さんお待ちしてますからね。はい、それぐらいこうこれで多分分かってもらえると思うのは作ってないってことですね。自分で自作自演はしてませんよっていうことだけね、はい、知っていただけたらと。はい、それではですね、1件目、砂丘さん、砂丘ちゃんですね、ペンネーム砂丘ちゃんより、お便りボックスしてたんですね、夢覚めの衣装似合ってます、カテコの時いつも手をひらひらさせてますが何をしてるんですかってねすごいしっかり見てくださってますね。そうですね、まあふーちゃんにお伝えすると、今出てるその夢から覚めた夢っていうのは最後にこうカーテンコールでみんなお辞儀するんですけど、最後こうはけていく時に私ねこういつもこう手振りながらこうやってるんですけど、それを何してるのかっていうところで、まああれだと思うんですけど、まあ基本あれ決まりとしては手を振ってみんなにバイバイしながら、アウトする、まあ袖にはけていくっていう決まりなんですけど、まあ私はあそこ一応バイバイしてるつもりですただいつも手をひらひらさせてますが何をしてるんですかということで、多分これはバイバイしてるとは思われてないのかもしれないですね。そうですね、そのような感じの質問ですよね。まあ正確に言うと、まあ、確かにバイバイしてるんですけど、ちょっとあそこ一人だけ小躍りしてるんですね。で小躍りしてるんだけどバイバイに見えるギリギリを攻めようと思ったバイバイをしてたら、まあヒラヒラさせてるようにしか見えないっていうところで、ちょっとこれ計画失敗してるっていうことがねだからこの質問は逆に正しいってことですよね。そうですね、すごいよく見てますねってよく見てるってこと。私がそのバイバイを小躍りとバイバイの中間を狙ってたら案の定伝わってたってねはい、ということで砂丘ちゃんありがとうございますね、嬉しい嬉しい、違うお便りありがとうございました。はい、答えは、小躍りしながら手を振っているね、小躍りに見えないようなギリギリのラインを攻めた手振りをやってるつもりだったんですが、そうはなってなかったね、はい、もうちょっとしっかり手を振っていこうと思っております。はい、では続いてですね、続いてのお便りは、ペンネーム黄色さんからですね、お便り箱のアイコン（括弧茶色のセーターは自分で撮ったんですか？）っていうところなんですけど、まあ、ふーちゃんはちょっとこれわからないと思うんで話すと、まあ、お便りボックスってアイコンつけれるんですよ、はい、でそれの、セーターが、まあ、茶色のセーターなんですけど、私茶色のセーターは持ってなくて、うん、アイコンに使ってるのは以前スノーってご存知ですか、アプリ。あ、はい、わかります、うん、あれで作った、自分の AI アバターですね。
あれのアイコンを使ってるので、チャイナのセーターを持ってなわず、AI アバターで作成したアイコンを、お台箱のアイコンにしてるってとこですね。そう、結構ね、やっぱ最近ね AI めっちゃ使えるなって思ってめっちゃ使ってるんですよ。なるほど。そう、例えば、ぜひそれはあの後で出しておいてください、これですよって。画像ですか？画像出しておいてください。わかりました。じゃあ、 あのラジオの動画編集ちょっとだけこのタイミングでつけておきますね。出してください。はい。じゃあ最後ですね、夢サメの好きなシーンを教えてくださいってことで、ね、こちらペンネーム匿名さんからですね。ぜひ匿名さん、次回からペンネーム書いて投稿されることをお待ちします。夢サメの好きなシーンを教えてくださいか。これね、そう、あの見てからねすごい考えてたんですけど、なんて言おうかなーってねすごい悩んでたんですけど、どこですかね。こう、あの、まあメジャーどころでいくと、あのこれ、あのピコちゃんマコちゃんっていう女の子2人がこう一緒に歌う2人の世界っていう曲があるんですけど、はい、その曲のシーンとか結構みんなの好きランキング入ってるんですよ。あとはその遊園地って言って、最初にみんなで願い事があるのなら胸に抱き続けようって、まあすごいみんなでこうわーって、そのピコちゃんっていう女の子がこう夜の遊園地に紛れ込んできて、そこでこうみんなにあの出迎えられるっていうシーンがあるんですけど、まあそこが好きですっていう人もいて、まあその中でいくとね、私は個人的にパッと出てくるのはですね、あれかな、子供たちが、そう、この夢から覚めた夢って、登場人物の中にこう戦争で亡くなった子供たちっていうのも出てくるんですよ。でそういった子たちが例えば、地雷にかかって死んだ子とか、その飢饉で死にましたとか、まあ、そういったいろんな、バックボーンを背負った子たちも、その霊の世界に来て、で最終的に、光の世界と言われる、まあ、みんなが一つになる光の世界に登っていくっていう、まあ、世界観のお話なんですよ。でそこでこう子供たちが一回こうそのちょっと小汚いすすまみれの服装で出てきて、その後一回はけて寝に幕で綺麗な衣装になってこう出てくるシーンがあるんですけど、でそこでみんなでこう綺麗な衣装に着替えて、で、なんだ、歌うシーンがあるんですけど、ちょっと歌詞がパッと出てこなかったんですけど、まあ、そのシーンでその、まあ、ピコちゃん、その主役の女の子から、なんでみんなそんな綺麗な、格好して出てきたのって聞かれて、まあ、理由がその光の世界に行くときはみんなどんな苦しい状況で死んだりとかしたとしても、最後はその生まれ故郷 その一番綺麗な美しい着物を着て、最後は光の世界に旅立てるんだよっていう話があるんですけど、まあ、そこのシーンが個人的には好きかなっていうところですね。なんかそのすっす汚れてた子供たちが最後こう綺麗な衣装を身にまとって、まあまあ、こう希望に満ちた、希望っていうかその光の世界に行ってこう安らげることをなんか夢見てとか、まあそれでこう登場してこう歌うシーンがこうどうしてもこうグググッとくるってね、すごく衣装も綺麗だし、なんかこう子供たちが救われていくようなそのシーンが個人的には好きだなっていうところですね。なるほど。ちなみに磯さん的に今のはおそらく磯さん以外の方の、まあ、演者さんが演じるシーンだと思うんですけど、磯さんの中で自分のこう見せ場じゃないですけど、まあ、アンサンブルなんでね、見せ場という見せ場は逆にない方がいいのかもしれないですけど、逆にここは頑張ってるよとか、ここ頑張ってるよですか。どうなんですかね、それね。結構むずいんですよね。ですよね。なんかね、そのまあ、パッと言ったらその遊園地っていうシーンなんですよ。その一番最初のみんなわーってできて、もうひたすら踊り回ってみたいな。まあ、ただどうなんだろうな。ちょっと、まあ、個人的に、まあ、そこはちょっとあのもう定番すぎるんでちょっと外すとしたら、まあ、最後のあれですね。最後そのピコちゃんっていうその主役の女の子が、主人公のメインキャラクターの子がこう霊の世界に遊びに来るじゃないですか。で最後にそのいろんなことして、じゃあピコちゃんがもう現実の世界に帰りますみたい
でそこでこうお別れを言うんですね、うん、でみんなそのもうピコちゃんのこと好きになって、あピコちゃん帰っちゃうんだねと、じゃあ現実の世界でまあその人生をちゃんと謳歌してねみたいな感じで、そうさようならって送り出すんですけど、そこでこうピコちゃんが愛をありがとうって言って、優しさをありがとうってこう歌い始めるんですね。で我々もそのピコちゃんを見送り出すためにこう歌うんですけど、まあ、そこを、まあ、基本踊らないんですけど、踊ったりせず、ただこうあの手を後ろに組んで歌うだけのところなんですけど、で一人一人にこうピコちゃんがこう別れを告げて回るみたいな、まあ、そこのシーンの歌を結構頑張ってますね。そう、そこが個人的に多分一番、そうですね、その遊園地を抜いたら一番神経張ってるところですかね。まあ、一番頑張ってるというか、その逆にそのただ立ってそのピコちゃんにさよならを言って、うん、さよならを歌、告げてで送り出すっていう、そのなんだろう、パッと見たら何もしてないところなんですけど、うん、そこでのなんだろう、こう言い方といいますか、うん、どういうスタンスでいて、どういった思いでピコちゃんを送り出すのか、うん、で、うん、そこでその先にピコちゃんにどういった思いでこう送り出すのかっていうところをこう考えながら、こうピコちゃんをがこうみんなにねお別れを告げて回ってるところを見守るっていう、そのいかたとかそういったところが個人的には一番こう楽しんでるポイントですかね。なるほど。じゃあちょっとこれから見に行かれる方にはそこにも注目してもらいたいですね。そう、本当に何もしてないんですよ。ただこう見て順番にこうみんなにこうお別れ言ってるのをこう見守ってるだけなんですけど、そこでいかにこうピコちゃんを温かく見守るかみたいなこう、うん、その何か小さなただずまい機微にこう磯さんの思いがぐっと詰まってるのを見てもらいたいですね。じゃあね、そう、なんかこう踊るとか激しく踊ってるとかだったら何も考えなくてもできるんですね。ぶっちゃけあの無表情でも、うん、あそういう表現なのかなって済ませれちゃうじゃないですか、うん、何もしないからこそそのまあその顔の表情の見せ方であったりとか、うん、あとその眼差しであったりとか、その細かいところにいかにこうそれでこう思いをこう出していけるかみたいな、そこがねやっぱあのまあ難しいポイントだったりとか、そこがよりこう深まればよりそのシーンが良くなって、お客さんもあ本当にこの出会いはそのお互いその霊界の人たちにとってもピコちゃんにとっても大切な出会いだったんだって思えるんだろうなって思うと、やっぱそこをいかに深めれるかかなみたいなね、っていうのを考えてやってるってところですね。いやでもこれ今私ちょっと今回ねあの見に行く機会がないんですけれども、多分でもこれから見に行く人はきっとあそこもちょっと注目ポイントだなって思うんじゃないですかね。そうですね、まあそんなところを最近ね本当そういうなんかこう地味なところすごいこだわってるんですよね、っていう感じです、はい、そんなことなんで、お便り、はい、匿名さんのお便りを、きっかけにですね、ちょっとあの最後の夢から、今回のね、夢から覚めた夢のトークテーマで来ましたが、そのほか、まあ、これだけ話したら、夢から覚めた夢、もういいかなと思ってるんですけど、なんか、ふーちゃんから質問あったりしますか？いや、まあ今ね、お伝えしたように、まあ、あとは前回までお話したように、私、まだあの舞台見たことないんですよね。もう磯さんと話すもう権利なんてないんじゃないかというこんな失礼な状況で今話をしてるんですけどでもなんか追加公演の方もねなんか完売されたそうで、本当素晴らしい舞台なんだろうなと思うんで、ちょっとねあの次こそは見に行きますそうですね、次いつやるか分かんないですけどねそうですよね、まあ、そうですね、本当にね今回のその舞台、まあ、個人的にもすごくいいなと思ってて、まあ、そのちょっと、ちょっとあのね、あのこれちょっとあの現実寄りな話聞きたくないんですっていう方は一旦ここで止めてほしいなって思うんですけどあの今回そのチケット料金が8800円なんですよで、まあ、個人的にその出てる側なんでね、そのポジショントークなんじゃないのって思われたりとか、ちょっとね批判的な目線を向けられる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、正直言って8800円今回安いって思っちゃいます自分でそのまあ、ポジショントークとか関係なく、このメンバー見てても、その中にいるこう感じ方的にも、これ8800円の舞台じゃないでしょうって思っちゃいますもんね。
もっと取って大丈夫だよみたいな、もっと全然高くしても、高くする価値ある舞台だよって思っちゃいますよね。そう、それぐらい、そう、普通に客観的に考えてもそう思うぐらいこう、仕上がってるし、みんなその、作品に向けて真摯に取り組んでるなっていう感じはありますね。やっぱ私のそのお知り合いの方で、17歳の高校2年生の男の子の息子さんがいらっしゃる方がいるんですけど、まあ、その方も見に来てくださって、でその男の子とちょっとお話しする機会があって、感想を聞いたら、なんかその子結構その親のお母さんに連れていろんな舞台に行ったりとかするんですね。その大きいその大手の、まあ、いろんな劇団さんだったりとか、まあ、いろんな作品、大手のグランドミュージカルとかって言われるもので、まあその子もなんかこんなに感動したのすっごい久しぶりみたいな、なんか6年前に私が出演してたリコーランっていう作品があるんですけど、まあ、その時に初めてその見に来てくれてた子 でそれ以来のお付き合いなんですけど、なんかあれ以来の感動だったみたいな、なんかあの時すごい感動して、それ以来そんな、なんかあすごいなとか面白いなって思うミュージカルあったけど、なんかここまで感動するのはもう6年ぶりだったって言ってて、そうで、なんかこれで8800円なのかって思っちゃったなんか他の舞台と比べたら全然こっちの方がいいのになみたいな、これで8800円であれ側の金額かって思うとねえみたいなことを17歳の男の子が言ってあ、そんなこと思うんだみたいな、僕でもそう思ったって言って、へえみたいな、でまあそういう、まあこれねすごいポジショントークしちゃってますけど、まあ、それぐらい今回の作品、いや本当に、ね、いい仕上がりだと思ってます。はい、でね、そう、っていうそういう嬉しい話があったんですっていうね、ちょっと裏話なんですけど、はい、だからね、引き続き残り19日までなんですけど、あと14日かな、はい、あと10何回しかないんですけど公演、まあ一回一回丁寧に、まあ臨んでですね、皆様にね、いい舞台を、見に来てよかったと思える舞台をお届けしていきたいと思ってます。ぜひお楽しみいただきたいと思いますはい、そんな感じですね。じゃあ今日はこれぐらいにして終了していきますか。はいじゃあふーちゃん最後になんか一言感想をいただいてよろしいですか。今回3回目でしたが。そうですね、まあ3回目だったので本当にザックバラによりお話できたなっていうのと、また12月もちょっと機会があるのであれば、ちょっとお話ししたいネタが今回も転がってたので、まあ、今のうちにちょっと話したいなって思ってることは、まず多分皆さんも気になってると思うんですけど、今頑張って作った解説動画どうだったのかなっていう、まあ、運が良ければ今週か来週中には出ますね、ちょっとね、さっきちょっとテンパられていたので、それが結果どうなったのかなっていうのと、あとはね、夢から覚めた夢も終わりますし、あとは、まあ、どっちが先なんですかね、ろくろ行くのが先なのか、これが先なのかわからないですけど、ろくろに行ったお話とか、ちょっとね、来月ももし機会があれば聞きたいお話が盛りだくさんで、今日は終わりそうだなっていう感じですね。ありがとうございましたありがとうございます。すごいですね、すごい私に、ね、配慮したコメントいただいてありがとうございます。はい、ではそんな感じで、今日はこんな感じで終了していきたいと思います。また、来週になったらですね、いろいろご報告等させていただきたいと思いますので、ぜひぜひ今後の私の活躍からお見逃しなく。ということで、以上 OMS 活の気まぐれトーキングワールドでした。またお会いしましょう。